ハイサイ大輔さんです。今日は久しぶりのロケ企画となっております。イエイ。今回はホーリーさんと海のスペシャリスト山さんともっくんとね、あの4人のおっさんズで、天の川を撮りに行くというね、あの星空撮影ってね、本当に専門分野で難しくて、僕もね、あの写真で生計立ててるけど、やっぱ素人なんですよね、星に関しては。過去にですね、2度ほど星空企画をやったんですけれども、2回とも天の川がですね、ろくに撮れなくてですね、あの今回はちゃんと天の川を写したいなというですね、まず低い目標を設定して、その目標をあのクリアしていく様をね、みんなで見ていただいて、まあ、あの勉強にしていただければなというふうに思っております。僕も教えるというよりは、もう自分のトライをみんなに見てもらうっていうような、そういう感じの企画でございますね。あの天の川ってまず、夏が一番綺麗に見えるんですね。ここから先のシーズンね、あのこの動画を参考にして皆さんも撮りに行っていただきたいなと。天の川撮影についてネットなんかで調べると、結構ね、赤道儀とか難しい機材の名前が出てくるんですけれども、今回はそういったもの一切なくですね、皆さんが手持ちの、カメラとレンズと、それから三脚でできるような撮影方法でやっていきたいと思います。まずですね、天の川を撮る時の設定なんですけれども、基本的にね、 ISO っていうのはあの低めで撮る方ってのはいないんですよね。星空撮影に関しては、暗い闇夜の中でね、ちっちゃい天光源をこう思いっきり光拾わないといけないので、 ISO っていうのは基本的に1600から6400ぐらいの間で調整する人が多いように思います。で、僕の場合で言うと、だいたい最初に露出の当たりつけるために ISO 1600で、シャッター速度が15秒ぐらいから始めます。で、F 値は、基本的に低いに越したことはないんですけれども、まあ、大体、2.8 以下ぐらいを基準にしてるって感じですね。まあ、僕もね、星空撮影に関してはあんまり素人なんで、そこまで当てにならないと思うんですけれども、まあ、天体撮影のスペシャリストのよっちゃん宇宙カメラさんっていう YouTube やってる方がいらっしゃるんですね。あの本当に仲良くさせてもらってるんですけれども、その方がですね、ものすごく分かりやすく説明してたので、ちょっとまずそちらの動画をね、見ていただきましょう。ISO感度どれぐらいで撮ればいいのかっていう話ですね。低感度で撮る人っていうのはまあほぼいないですね。はい。まあ、ISO 1600なり、まあ6400なりね。星がほら日周運動で動くじゃないですか。あれをなるべく短時間でピタッと止めるんだったら6400とか12800とかね。でまあ感度を上げて撮る方もいらっしゃいますし、赤道儀で追尾するんだったらまあ1600とかからまあ6400ぐらいまでの間ですかね。まあ、 あのそんなに大きな失敗はないと思います。で、露出時間なんですけど、難しいところでもあります。で、一言で言っちゃうと、ヒストグラムっていうのが出るじゃないですか。はい。あのヒストグラムの山てっぺんのところがピークがだいたい真ん中ぐらいに来るぐらいまで露出してください。これを間違えると左側、でちょっと張り付いちゃってるような状態、つまり露出アンダーですね。現地でね、見て、おこれぐらいでいいじゃんって思っちゃうんですよ。これがね、一番の落とし穴なんで、まあ露出アンダーが原因でノイジーだったとかね、そういうのがあるんで、決してあの現場でまあ騙されないように、ピークが中央ぐらいになるまで露出をかける、もしくは ISO 感度を上げていく、もしくは絞りを開けるとかね。ヒストグラムのピークがどれぐらいになるのか、真ん中ぐらいまでなってれば、まあ後から失敗することはないでしょう。ぜひね、あの実践されてみてください。はい、ということでね、大変勉強になりますよね。よっちゃんさんのチャンネルね、あの他にも星空のことについて僕よりもっと細かく教えてくれてますので、その動画は全部概要欄に貼っておきます。ぜひよっちゃんさんのチャンネル見てみてください。はい、ということでですね、露出の取り方はここまでで分かったと思います。で、続いてはですね、ピントの合わせ方なんですよ。マニュアルで合わせるんですけれども、よくほら背面モニターなんかでさ、虫眼鏡ボタンピッて押したら、こうマニュアルで合わせるときに合わせやすいように拡大してくれたりするんですよね。そういう拡大機能なんかを使いながら、こうマニュアルでね、しっかりと、背面モニターを見ながら、星がね、こうにじまないようにしっかりピントが合う状態に持っていくっていうのが主流のやり方です。で、マニュアル撮影で合わせた後にですね、それが動かないようにテープなんかで固定するみたいですね。はい。で、続いてレンズ選びなんですけれども、どのようなレンズが星空撮影に適しているかというと、基本的にね、やっぱり明るいレンズの方が有利なんですよ。例えば F 値 1.4 のレンズとかね。で、あと画角に関してなんですけれども、あまりにもこう近すぎる画角、例えば 135mm とかだと、こう天の川全体が映らないってことになっちゃいますので、基本的に天の川を撮りたいのであれば、まあ、35mm ぐらいまでが、限度かなと思います。僕はね、今回24mm で撮ってます。
で、基本的にね F1.4 クラスのレンズで撮るときっていうのは開放で撮るのではなくて1段ぐらいね絞る方がいいみたいです。僕ねそれを知らなかったので今回ね絞ったところで、3分の2段分とかそれから開放で撮ってたりとかね結構やらかしてました。後々データ見ると基本的になんで絞るのかっていうとやっぱり開放 F1.4 とかで撮るとねこうどうしても画面の四隅の方とかが星が流れちゃったりとかですねあとまあ光のにじみが出たりするので基本的に F2.8 とかを限度に、絞るといいみたいですね。で最後に天の川を撮るのに適した場所なんですけれども都心からですね100キロほど離れている場所だともう完璧だそうです。最低でもね50キロぐらい都心から離れるといいみたいですね。ただですねこれ月が出てると撮ることができないです。どんなに離れててもね月が明るいのでなので基本的に月齢表っていうのがネット上ですぐ調べることができるのでそれで今日は月が出る日なのか出ない日なのかっていうのをね判別しながらその月の出ない時間帯を狙っていくっていうのが一番ベストですね。で今回なんですけれども場所がねちょっとあまり遠くまで行けなくてと光害の影響なんかも出てたりするんですけれどもまあそれも含めてね勉強ということで、はい、ご容赦ください。はい、ということでですね今からロケの映像を見ていただきたいと思います。はいはい、ここら辺ストップストップ。あ、この辺り、うんうん、そう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 、この辺りっすな。お、着いた、やっと着いたね、やりましたね。長い長い長かった。いやー、はい、到着。雑に終わらせてないな、総理さん。じゃあ、ということで行きましょうか。撮影場所についてみたいなんで、ちょっと撮っていきたいと思います。今回、星空撮影ということで、高い高感度耐性の α7-3 と、F 値の明るい 24F1.4 で挑みます。ちょっと今皆さん、光出せないんで、音声だけでお楽しみください。今ね、もっくんと山さんがね、撮影に挑んでるんだけど、はい、なんかもっくんのこれが安定しないんだって、はい、横位置だったら大丈夫なんですけど、うん、縦位置だと、こんな感じで、今倒れちゃいましたね。あ、なるほどな。まあ倒れなくてもちょっとだんだんずれてきたり、はいはいはい、横位置は問題なく取れましたけど。さあ、ということでね、今みんなはこの角度から、あそこに止まってる、農道に止まってるジムニーと、星空を撮ってるって感じです。ちょっと僕も撮ってみましたんで写真見てください。まずは失敗写真から。星空と風景を合わせて撮る写真のことを成形写真と言います。今回はジムニーを入れて撮影してますがジムニーにピントを合わせすぎるとこのように星がぼやけてしまいます。暗闇で被写界深度を調整するのは本当に難しいですね。続いての失敗写真はこちら。誰かが撮影してる時に AF 補助光ですとか携帯の画面なんかがついてるとこういう風に写真に干渉するので気をつけていきましょう。それでは僕が撮った写真の中で一番良かったものがこちら。いかがでしょう。成形写真の素人が撮ったとしてはまあギリギリ9大点与えられるかなというところではあるんですけど、僕の理想からはほど遠いです。誰こんなとこでランチしたの。誰え、二人は知らない。違う違う、知らない知らない。まだ新しいよねこれね。うん、まだ新しいっすね。ちょっと待って、あれ、いや、モリーさん誰かな。ねえ、なんでこんなところでいつの間にか飯食い終わってるの。いつの間に的な。さあ、ということで今からちょっと場所を移動してこの砂浜から撮るみたいな感じなんですよね。でちょっと山さんについてきたら案の定なんかね嫌な予感してたんですよ俺。ここここは。いや、もうみんな、これ見て、これちょっと今電気消すよ。こんなよ。この状況で行こうって。やばいって。やばいやばい。半端ない。一歩足踏み入れたら、すぐ海だけ。誰がスタート行くのか。ちょっと待って、言葉の交通渋滞がやばい。山さんから行きましょう、じゃあ。俺からライトないんだけど。ライト俺が照らしておきます、こっちから。足元ハムいるかもよ。うわ、怖え。雲の巣がよ。やば、虫えぐ、ね、ちょっとマジでこれやばいわ。場所覚えといてね。山さんすでにわからん。うわ、どこを歩いてるかもやばいよこれ。しかもなんか目の前にめっちゃ光ってるものあるけど何あれ。警告、ワニワニ。でもこれとか声出した方がねハブとか寄りつかないからね。クマもね。クマはいないね。クマはいないね。ホーリーさんどこいる。一人だけ北海道来た。うわやばいやばい。あ、これカメラのレンズキャップ俺つけたっけな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。いや、やばいわ。ヤマさん、ほんと、なに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 、レンズ落ちてるよ。ねえ、で誰のレンズこれ。僕のマキエレンズ。やばいやばい。レンズ紹介、レンズ紹介。これマキエレンズと言いまして。お、なんか海に出た。あ、一応ちゃんと無事に出れるもんだな。ふぅ。
こんな感じで皆さん、あの砂浜ですね。ちょっとごめんなさい、映像乱れまくって、もうなりふり構ってる場合じゃなくて今、ね、うわ何この満天の星空、すごい、なんか映画の世界みたい。次回はあの人にみんなの写真を添削してもらうよ。お楽しみに。